はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、武藤遊戯です。さあ本日なんですが、神を召喚していきましょう。神をね、三原神をね今日はですね、アルティメットロマンデッキです。三原神、まあ、いわゆる、オベレスクの巨神兵、それからオシリスの天空竜、そしてラーの翼神竜というね、この、まあ、神3体がいると思うんですけども、この神3体をですね、まあ、使ってデッキを組んでいきたいというふうに思いまして、いろいろ考えた結果、いろいろ相性がいいカードはあるんですよ。例えばラーの翼神竜とかだと、結構ね、関連カードに寄ってんのかな、あ、これね、ガーディアンスライムとか、こういうモンスターとかと結構相性が良かったりして、ゴッドスライムとか出してね、出していくっていう、方法もあるんですけど、やっぱね、俺が一番かっこいいというか、好きな神は何かって言われると、オシリスの天空竜なんですよ。で、オシリスの天空竜、結構簡単に出せるギミックっていうのが、今の OCG、現代遊戯王には存在してまして、F 札と言われている、ジャック、キング、クイーンっていう、キング、ジャック、クイーンって言われている、この、闇遊戯君が使っていた、このナイト系のモンスターたちですね、F 札モンスターたち。このモンスターたちを使うと、結構実は簡単に神を出せるんですよ、今。これどういうコンボかっていうと、一番最強のカードがこのジョーカーズストレートっていうカードなんですけども、自分の手札を1枚選んで捨てると、デッキからクイーンズナイトを1体特殊召喚して、でさらにデッキからキングスナイト、ジャックスナイトのどっちかを手札に加えると、でさらにその後モンスター1体を手札から召喚できるという、これでね、なんとね、このカードを発動することによって、クイーンズナイト、キングスナイト、そしてジャックスナイトが盤面に召喚権を使わずに並べることができるんですよ。これ素晴らしいギミックなんですよね。これ素晴らしいギミックで、一個難点はね、このカードめっちゃ強いんだけど、このカードが引けないと、普通にこの辺のモンスター引くから事故るっていうこれが難点なんですけど、ジョーカーズストレートさえ引ければめちゃくちゃ強いです。はい、このデッキで、神を召喚するサポート他にもあって、この神速召喚っていうカードなんですけども、自分が相手のメインフェーズまたはバトルフェーズに発動することができて、レベル10モンスターを1体を召喚することができるっていう、デュアルサモンとか、ライバルアライバルみたいな感じのレベル10番のね、そういう感じの方になってるんですけども、自分のフィールドにクイーンズナイト、またはジャックスナイト、またはキングスナイト、この3体またはてか、こいつらが3体全部が揃っている場合、代わりに以下の効果を適用できる。デッキから闇属性以外の攻撃力がハテナのレベル10モンスター1体を手札に加え、その後レベル10モンスターを召喚できる。攻撃力ハテナのレベル10モンスター、そうなんですよ。オシリスの天空竜とラーの翼神竜なんですよ。オベレスクの巨神兵は4000なんでダメなんですけど、ちなみに今このデッキはね、トライアンフジョーカーっていうやつもいるんですけど、オシリスの天空竜とラーの翼神竜は攻撃力ハテナでレベル10なんでサーチできるんですよ、神速召喚で。これで相手のバトルフェーズとか自分のメインフェーズに神を召喚できるという、こういうコンボですね。はい、私はこの絵札神のギミックがすごく気に入ってますんで、今日はこの絵札三原神のギミックを使って、神を召喚していきたいというふうに思っております。で、初動画だが、こういうね、デッキの中に眠っていてほしい、引いてはいけないゴミがたくさんあるんで、結構事故るんですけれども、このデッキ、ジョーカーズストレート以外にも一応モンスターを並べられればなんとなるっていうのがありまして、例えばジョーカーズナイトであれば、デッキからこの絵札どれかを墓地送ると、そいつ モンスターと同じ名前になって、特殊召喚できるよっていうね、モンスターなんですよ。それから、インペリアルバウアーは自分のフィールド上に他のモンスターが存在しない場合は、こいつをリリースするとデッキからクイーンズナイト、ジャックスナイト、キングスナイトのどれか2体を特殊召喚できるよっていう、だから一応インペリアルバウアーと、ジョーカーズナイトが揃ってれば、ジャック、キング、クイーンが全部揃うことになりますし、シンプルにインペリアルバウアーだけでも一応レベル4が2体並んだりするんで、クイーンズナイトとキングスナイトが並んだりするんで、ホープダブル、からの、ライオホープレイとか、ホープダブルからのホープとか、こういう動きができますよっていうことですね。で、ホープダブルの動きを、していきたいんで、ダブルアップチャンスが入っていたり、あとジョーカーズストレートを3枚だけにかけるのはちょっと微妙なんで、ジョーカーズストレートの効果をコピーして発動できるこのジョーカーズワイルドっていうカードですね。これジョーカーズストレートと同じような召喚発動条件で、ジョーカーズストレートとか神速召喚とかの
そのジャック、キング、クイーンのカード名が全て記されている魔法カードを墓地送って、なんかその効果コピーできるよっていうカードなんですよ。なんでまあこの辺を、まあ、使ってジョーカーズストレートにアクセスしていくみたいな感じですね。でギミック的にはこのカードの効果を発動してしまうと、自分は戦士族光属性モンスターしかエクストラデッキから特殊ができないっていうね、縛りがついちゃうんですよ。これ縛りなかったらマジでぶっ壊れてたんですけど、まあ、縛りちゃんとあるんで、なんで、まあ、例えばイゾルデとか、あとあのセイクリッドプレアデスとか、まあ、こういうね光属性戦士族のモンスターを、まあ、基本的にはリンク召喚していく、まあ、エクス召喚していくっていう感じのデッキになっております。はい、まあ動かし方はね、イゾルデ経由して、まあ、その妖刀竹水とココネイの竹水を持ってきて、で、2ドローして、ジョーカーズワイルドとか、ジョーカーズストレートを引きに行くっていうね、まあ、そういうギミックなんですけれども、まあ、このデッキのやっぱりいいところは、やっぱ、オシリスが活躍してくれるってことなんですよね。オシリス、まあ、もちろんね、寄せてもいいです、正直。俺は、ロマン爆発させてるんで、オベレスクの巨神兵とか、ラーの抑止力とか、トライアンフ入ってるんですけど、オシリス出したいんだったら、別にオシリス3積みすればいいし、まあ、ラー、これはサーチできないから、微妙だけど、ラー出したいんだったらラー3積みすればいいし、なんか出したい神をガン積みすれば、まあ、引く確率も上がるしね。はい、っていうことで、まあ神を出すにはこのギミックが僕は一番いいと思ってるんで、今日はねこのオシリスの天空竜っていう最強のモンスターを爆弾させて、相手のモンスターを将来弾でしょって、で最後に超伝導波サンダーフォースを決めていきたいと思います。デュエルスタンバイ。デッキレシピは概要欄に貼ってるんで、よかったら見てください。ジョーカーズストレート来てるね。よし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 。オッケー。ジョーカーズストレート来てるのはでかい。ジョーカーズストレートが来てるのはでかい。そして神速召喚も来ている。これは実質先行オシリスができる。いけるぞ。手札打ちましてる。オッケー。ジョーカーズナイトでいいか。ジョーカーズナイトでいいな。ジョーカーズナイトを捨てて、いけ！クイーンズナイト。そして、クイーンズナイトを特殊召喚したのに手札に、キングスを加えて、そして、キングスナイトを召喚。キングスナイトが召喚に成功した場合、クイーンズナイトがフィールド上に存在する場合、ジャックスナイトをデッキ用に特殊召喚できる。現れよジャックスナイト。そして手札よりマジックカード、神速召喚を発動。神速召喚の効果によりデッキから攻撃力がハテナのモンスター1体を手札に加えることができるぜ。そしてこのまま召喚をするかどうか選べるか、まだ一旦召喚はしない、まだ一旦召喚はしない、一回アドバンテージを稼いでからにしよう、召喚するのかな。そして戦地族モンスターが2体でリンク召喚、現れよ聖騎士の追走イゾルデ。ちなみに今あれですね、ジョーカーズナイトを置いといた方がよかったですね。ちょっとメタルリフレクトスライムを出したすぎて捨てるのを躊躇しましたけど、これあれですね、冷静に考えたらジョーカーズナイト残しておいた方が強かったですね。まあいいや。カードを1枚墓地に送るぜ。妖刀竹光を墓地に送り、遠征騎士リナルドを特殊召喚。特殊召喚に成功したリナルドの効果を発動、さらに墓地に送られた妖刀竹光の効果も発動するぜ。妖刀竹光の効果により、このお気に入りムーブね、これ妖刀竹光を墓地に送って黄金色の竹光を持ってくるっていうお気に入りムーブ、これによって妖刀竹光の効果により黄金色の竹光を手札に加えていく。そして妖刀竹光を回収、よし。そしてこれにより妖刀竹光を発動、妖刀竹光を、まあ、どっちもいいや、こっちでいいか、装備してさらに黄金色の竹光を発動。うおーツードロー、弱え。弱くもねえか。はあ、なるほどな、行くしかねえか、行くしかねえな。俺はフィールド上に存在する3体の戦速モンスターの魂を墓地に送り、現れよ神の召喚、オシリスの天空竜召喚ムービーないんかーい。召喚ムービーないんですよね。神の召喚ムービーないの絶対おかしいですよね。まあいいや。ジョーカーズナイトの効果を発動。ジョーカーズナイトは墓地に存在する戦意速モンスターをデッキに戻すことによってこのカードを手札に回収するという効果を持っている。さらにジョーカーズストレートの効果も発動。このカードも同じ効果を持っている。これによって何回でも俺の絵札モンスターたちは使い回すことができるのさ。攻撃力6000、惜しいです、つえー。
およそ最強盤面だぜ。オシリスの天空竜は相手が攻撃表示でモンスターを召喚特殊召喚した場合、そのモンスターの攻撃力を2000ポイントダウンさせ、攻撃力がゼロになったモンスターは破壊される。将来弾という最強の効果を持っているぜ。なに崩壊。あ、これなんかおよそ映画版みたいな DSOD みたいな動きできる可能性あるな。あ、なにいいだろう、それは許してやろう。竜座崩壊。なんか崩壊わかんねえけど、ちょっと組んでみたいんだけど、崩壊って高いですか。ちょっと崩壊俺も組んでみたいですね。はい、すみません、あれですか、デューザくんね。デューザくんは3枚の、あ、そう、デューザくんじゃない、クリムゾンノバか。これクリムゾンノバ出た。クリムゾンノバは崩壊カードをなんか3種類見せると特殊召喚できるっていう効果、確か崩壊カルマ。あー、なるほど、崩壊カルマの効果で打点がアップする。なに強い5000、危ないけ、オシリスの鉄球竜将来弾。デューザ、何デューザの効果はなんか墓地の置くんだよな、確か。崩壊魔法トラップカードを、崩壊魔法トラップカードを墓地の置くという効果だった気がするぜ。はぁ、いいだろう。オシリスの天空の効果によって攻撃力が2000以下になった、あ、ゼロになったモンスターは破壊されるぜ。何崩壊カルマの効果、墓地のこのカードを除外してサーチするんだっけ。あ、いいだろう。もう2体目出てくる、もしかして2体目出てきちゃいます。セットエンド、よし耐えた。危ない、これはメタルリフレクトスライムの効果を発動。メタルリフレクトスライムはモンスターとなり俺のフィールド上に特殊召喚される。そしてクリムゾンドバの効果によりお互いに3000ポイントのバーンダメージが入るぜ。いってえな、クソドロー。あ、強い、これは強いぜ。一旦ゴッドスライム出すか行け、オブリスクモドキ、ゴッドスライムを特殊召喚。このモンスターが存在する限り俺のフィールド上のモンスターは効果の対象にできない。そしてハーピーの羽暴挙を発動、相手のフィールド上の魔法トラップカードを全て破壊する。なるほどな、崩壊合心、これはなんか崩壊モンスターが戦闘効果で破壊されたらフィールドがヒールカードになった場合は墓地のこのカードを除外して手札デッキからレベル4以下の崩壊モンスターを特殊ができると。なるほどな、いいだろう。つまり戦闘では破壊されねえやべえモンスターが出てくる可能性があるってことか。なるほど、レベル4、呼び4位がでかいのは出てこない。なるほど、でかいのは出てこない。では俺は手札よりマジックカードジョーカーズストレートを発動、手札を1枚墓地に送ることによって、もういらねえや、ペガサスツインセイバーとかどうでもいいモンスターを墓地に送ってクイーンズナイトを特殊召喚。そして手札にキングスナイトを加える。そして効果によりキングスナイトを召喚できる。現れよキングスナイト。そしてキングスナイトが召喚に成功した場合、クイーンズナイトがフィールド上に存在するため、ジャックスナイトはデッキより特殊召喚できる。現れよジャックスナイト。そしてどないしよう、あいつ効果受けねえからな、殴るしかねえんだよな、上から叩くしかねえ。力を借りるぜユーマ、俺はレベル4のモンスターが2体でオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚。現れよ希望ホープダブル。そして希望ホープダブルのモンスター効果を発動、希望ホープダブルの効果によりダブルアップチャンスを手段に加え、このモンスターの上に重ねて1体ホープモンスターを特殊召喚できる。我が戦いはここより始まる、白き翼に望みを託せ。現れよ希望の使者ナンバー39、希望ホープ。そして「ジョーカーズナイト」の効果も発動するぜ。このカードの効果によりこのモンスターは実質キングスナイトとなり場に特殊召喚される。そしてレベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。レベル5のモンスターが2体ということは、そう、現れよアルティメット最強モンスターセイクリッドプレイヤーです。さらに俺は
ゴッドスライムの魂を3体分のリリースとして、アドバンス召喚現れろ神の召喚ラーの抑侵流ラーの抑侵流の効果発動ライフポイントを100になるように支払い、このモンスターの攻撃力をライフポイント分吸収する行けホープの攻撃ホープの効果発動ムーンバリア自身の攻撃を無効にするそして攻撃が無効になった場合、手札より速攻魔法ダブルアップチャンスを発動切断だ逃げるな逃げるな卑怯者逃げるな卑怯者がくっそ今気持ちよくなるところだったのによ一番でぶん殴ってお前のモンスターを上から粉砕してやるところだったのによそして出てきたモンスタープレアですでバウンスしてやるところだったのによくっそ逃げるな卑怯者やっぱこのデッキなかなかの事故率を誇りますねオッケーこれジョーカーズストレート来てるからオッケーいやなかなかの事故率を誇るんだよねあのゴミゴミとか言っちゃった引いちゃいけないカードめちゃくちゃ多くてデッキの中マジやばいんですよこのデッキものすごい量のね引いちゃいけないカード入ってるんであのバニラモンスターがそもそもなんか5枚くらい入ってますからねあのキングスナイトもすべき意味ねえしそしてキングスナイトを召喚キングスナイト召喚成功時の効果を発動クイーンズナイトが存在する場合デッキより現れよジャックスライトそして神速召喚先打ってもいいけどな神速召喚先打ってちょっと一回サーチしておこう神速召喚の効果により手札に加えるのはもちろんそうラーの抑侵流手札に神が揃ったぜははははははは神は全て俺の手の中にあるそしてこれどういうデッキだよどんなデッキだよちょっと一回リンク召喚するかジャックスナイトとキングスナイトを素材としてリンク召喚あこれレベル5置いといた方がいいのか一応あれジョーカーズナイト引く確率あるからそっかちょっとこれレベル4残す必要ねえなレベル5の方がいいなこれ残すのなまあいいやそして聖騎士の追走イゾルデの効果を発動カードを1枚墓地に送って墓地に送った装備魔法と同じレベルのモンスター1体を特殊召喚これでリナルドを特殊召喚しリナルド特殊召喚成功時の効果を発動リナルドの効果により妖刀竹光を手札に加えていくぜそして妖刀竹光は墓地に送られた場合竹光カードを1枚手札に加えることができるこれによって小金色の竹光を手札に加えていくそして先に出そう妖刀竹光でドローしようそしてこれによって俺は小金色の竹光の効果により強欲な壺の効果実質2枚ドローよしジョーカーズバイルドが来たなかなかいいそして俺は3体のモンスターの魂を冥界に送ることにより神の召喚現れよオシリスの天空竜カードを1枚セットターンを終了するぜエンドフェイスジョーカーズストレートの効果を発動ジョーカーズストレートの効果によりジャックスナイトをデッキに戻しこのカードを手札に加えることができるさあお前のターンだぜカイバーお前のターンだぜカイバーちなみにオシリスの天空竜の効果により相手のフィールド上のモンスターが攻撃表示で召喚特殊召喚に成功した場合そのモンスターを破壊することができる攻撃力がゼロになった場合な2000ポイントのダメージを与えて戦闘機いいだろう戦闘機相手にとってそこから戦闘機結構これオシリス刺さるんじゃねまあちょっとなんだっけウィドウアンカーみたいなあのカードで効果無効にしたと終わる気がするけどジャミングウェーブ何セットカード破壊だといいだろうジョーカーズワイルドの効果を発動ジョーカーズワイルドの効果によりジョーカーズストレートを墓地に送りこのカードの効果をコピーするジョーカーズワイルドの効果により現れろさあテキスト読んでいるなさっき使ったカードと同じだぜ実質月の書何月の書月の書マジ月の書マジちょっと待って月の書やばいちょリンクスミンやんもう完全これ絶対リンクスミンやんテキストは1枚捨てるなるほどいやーいらないなジョーカーズストレートどうせ帰ってくるからいらないかそしてクイーンズナイト特殊召喚するぜ
これでもタイミング逃すんだよな。キングさんタイミング逃すんですよね。これタイミング逃すんですよね。タイミング逃しのプロって言われてるんですよねこれね。うるせえなマジで。タイミング逃すのマジで。まあちょっと9カードなんでね、キングスナイトは。まあしょうがないっちゃしょうがないけど、時できるじゃなくてこれ場合できるって書いとけバカ誰が。月の章おもろいな。まあでもこれで相手のモンスターを妨害する手段はなくなったぜ。っていうか冷静に考えて、月の章が相手入ってなかったら多分結構きついぜ。サイクロン何？あ、なんかあれですか、エンゲージのための魔法カードももしかしてあれですか、墓地送りたいやつですか、そういう話。とりあえず俺のああそういうこと。それなんだっけ、それなんでしたっけ、全く覚えてね。あーレイ出せんのか、なるほど。くそ、このモンスターも将来弾で死ぬとこだったのによ。くそが。あでもあれか、その効果に遅延してリンク召喚できるのか、レイちゃんの場合は。でもそれまたそれ出てきたら、それ出てきたやつも破壊されるしな。はやていいだろう。リンクモンスターは攻撃表示でしか出せない。つまりオシリスの天空竜の効果めっちゃ刺さるはずだ。しかもあいつらは攻撃力が低い。バトル何、ダイレクトアタックいった。でもモンスター残るんだ、やっとモンスター残るのは嬉しいぜ。でさらにハヤテの効果によって敵から戦闘カードを1枚墓地に送ることができる。なるほどな。これによって戦闘機マジックトラップまたは戦闘機レイちゃんを墓地に送っていくか。3段か何、エンゲージまずい。これは係で回収される。まずいぜまずいぜ、このままだと勝ち目はない。オシリスの天空竜が焼かれてしまう。オシリスの天空竜が俺の神がマジックカードごときに。何かがり、まあそこまで読んでいた。かがりの効果、リンク召喚に成功した場合墓地のマジックカードを回収することができる。インチキ効果だぜ。クソが、それを止める効果はない。エンゲージいいだろう、やばいぜ。エンゲージで何を持ってくる。さあこれによって好きなマジックカードを1枚手札に加え、戦闘マジックカードを1枚手札に加え、そしてさらに、墓地にマジックカードが存在しているとカードを1枚ドローするっていうマジぶっ壊れ効果を。ウィドワンか、やばいやばいぜ。あのカードはモンスターの効果を無効にしてくる最強のマジックカード。ちなみに、マジックカードが確か墓地に3枚ある場合は相手のモンスターのコントロールを得ることもできる。ちなみに俺はお前のデッキに対する回答札を引いているぜ。あ、なに？しずくか、いいだろう。しずくいいだろう。よろしい。オシリスの天空竜、オシリスの天空竜生きてるから。ジョーカーズストレートの効果を発動。ジョーカーズストレートの効果によりモンスター1体をデッキに戻すことによってこのカードを回収することができるぜ、手札に。俺は何でもいいな、キングサンズでいいか、どっちもいいな、どっちもいいわ。さあどうする、何もしない、いいだろう。回収させてもらうぜ。これでジョーカーズストレートはまた次のターンに打つことができる。そしてジョーカーズワイルドの効果も発動。ジョーカーズワイルドの効果によってクイーンズナイトをデッキに戻し、このカードを手札に回収する。よーし、帰ってきた帰ってきたぜ。しずくちゃんの効果によりデッキから墓地に、同盟カードが存在しないカードを1枚手札に加えることができる。なるほど、いいだろう。これによっておっといいカードを回収するじゃねえか。俺のターン、ドロー。俺は手札よりマジックカードハーピーの羽儲けを発動。相手のフィールド上のマジックトラップカードを全て破壊する。ハーピーの羽儲け、これはつらいはずだ。ビドワンか、何、自分のメインモンスターゾーンにモンスターを存在しない場合フィールドの効果モンスターを対象にパクることができる。いいだろう、キングスナイトから許してやるぜ。月の章どんだけ月の章入ってんの、絶対デュエルリンクスミンじゃん。なんか俺あんまさ戦闘機知らんないんだけど月の章って入るんだっけ。なんかあれかな、妥協構築みたいな感じなのかガチ構築なのかよくわかんねえなこれ。そして、クイーンズナイトは反転召喚できるぜ。さらに増殖する G、 まあいいだろう、増殖する G ぐらい許してやる。増殖する G ぐらい、まあここのターンで決めれば問題はない。そして
ジョーカーズストレートの効果を発動。カードはドローさせてやるぜ。俺は手札を1枚墓地に送り、現れろデッキよりクイーンズナイト、そして手札にキングスナイトを加え、そのままキングスナイトを召喚。キングスナイトはフィールド上にクイーンズナイトが存在する場合、デッキよりジャックスナイトを特殊召喚できる。現れよジャックスナイト、そして反転召喚オシリスの天空竜かっけえ。オベリスク出して、オベリスク出して、オベリスクマジ出してえけど、これオベリスク出しても勝てないんだよな。オベリスク出したすぎたけど勝てない。行くしかねえか。俺はレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚ナンバーズ39希望ホープダブル、そしてホープダブルの効果を発動。このカードのオーバーレイユニットを1つ使い、デッキからダブルアップチャンスを1枚手札に加え、さらにこのモンスターの目に重ねて希望をホープモンスター一体をエクシーズ召喚できる。我が戦いはここより始まってどうのこうの。希望をホープ特殊、エクシーズ召喚、そして俺はこのままバトルフェーズに移行するしかないぜしょうがねえ、このままバトルフェーズに移行するしかない。すまない、オベレスクの巨神兵、行けオーシネスの天空の攻撃、超電導波サンダーフォース、うおお前のライフポイントはあと5300。つまりとりあえずまず遠征騎士ローランの効果をちょっとうるせえから発動しておくぜ。希望をホープにこのカードを500ポイント扱いの装備魔法として装備できる。さらに希望をホープでお前の雫に攻撃、希望をホープの効果発動、自身の攻撃を無効にする。ムーンバリア攻撃が無効になった場合、速攻魔法ダブルアップチャンスを発動。希望をホープはもう一度攻撃でき、もう一度攻撃する場合ダメージ計算時このモンスターの攻撃の倍になる。ホップゲスラッシュ、うおすまないオベリスク、俺はお前を出しちゃった。弱いね、弱いね、もう行くしかないけどね。キングスナイトを墓地に送っていくか。キングスナイトを墓地に送り、俺は何くそ増殖する、まあいいだろう、増殖する時期は許してやるぜ。俺はジョーカーズナイトを特殊召喚していくぜ。めんどくせえな、めんどくせえな、これちょっとさすがに無理かな。ちょ増殖する陣打たれるとちょっと無理なので一応無理なのでこうしますか。無理なので、ちょっと一回ちょっと展開やめましょう。このなんかあの謎のこのなんか謎の装備魔法ね、これ謎の装備魔法結構強くて、このカード、うーわきっしょきっしょきっしょ、まで出そう。一応これチェーン2で発動してるから、これタイミング逃すんですよね。もうなんかタイミング逃す概念マジやめろ。もうくそくそ、クイーンズナイト墓地の国、俺はクイーンズナイトを特殊召喚するぜ。そして、さらにキングスナイトを手札に加え、キングスナイトを特殊召喚することもできるが、キングスナイトを召喚か、キングスナイト召喚することもできるが、キングスナイトを召喚したところで何も起きない。なんでかってタイミングを逃すからだよ。もう出さないまでなんだ俺、出さない説出さない説。でもいいや、もうジョーカーズナイトもうちょっとかけるわ。これまあ一応これでジョーカーズストレートが返っ、何雷撃怪獣サンダードキング、まあいいだろう、そのぐらいは許してやろう。ヌメロンネットワーク、何あ、死んだかこれあ、死にました。え、待って、2体いたらどうなんだっけ、これ死ぬんだっけ。バチン殴って、あ、死にましたね。無理、もうなんかヌメロンは無理、もうなんかこのデッキお手軽すぎる、マジでお手軽ワンキルがすぎる。ちょ、おかしいって、このなんでフィールド魔法1枚から4枚出てくるんだ、おかしいだよこれ、絶対おかしい、これやってることマジ犯罪やって。何これ、リンク召喚、そこでミスケープバーバー、
これもしかしてさ、これもしかしてもしかしちゃう、これもしかしてもしかしちゃいますこれちょっと不穏な空気感じるね、この動き。え、これだ、怪獣に特攻してきたりしないのに。あ、え、あれ、あやばい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 、うわうわー、え、なに、ネクロフェイス、やばい、ネクロフェイスとネクロフェイス、ネクロフェイス、ネクロヘルテンデッキ破壊だ、やばい、まずいぞ。さらにこれもしかしてニャニャも落ちてるやつか、終わったクソデッキや、助けてくれクソデッキだ、うえ、ニャンニャンのここでネクロフェイスはデッキに戻るやばい、まずい、俺の残りデッキはあと1枚、ネクロフェイスのほか何、やばいうわバカな、ドローしたから嫌だ、うわクソデッキすぎるってこのデッキ。